皆さんこんにちは、ラペマンニュースのお時間です。 X かっこツイッターで話題となっていたポストをかっこツイートを読みたいと思います。一身上の都合でバイクを降ります。理由は結婚です。パートナーから危険なことはやめてほしいと。気持ちはわかりますが、結婚相手変えたらと思う私は変かな、皆さんはどう思いますかっていうツイートがあって、これがちょっと話題になってるんですけど、誰かが、バイクを降りることになりました、理由は結婚ですみたいなツイートを見た人の自分はこう思いますみたいなツイートってことですね。これについていろいろな意見が出ていたので、賛成派の意見で、否定してる反対的な意見で、あとはまあ自分自身の体験談というか自分の時の実際の話で、最後まとめでいきたいと思います。降りるってことに対しての賛成的な意見まずいきたいんですけれども、パートナーからのお願いだったら降りる。自分も結婚した当初バイクは降りてと言われて2つ返事で降りた。バイクと違って生涯一緒にいたいと思える結婚相手は簡単に見つからない。危ないし、結婚したらさすがにバイク降りるよ。バイクなんて危険でいつ死ぬかわからん乗り物だから乗らない方がいい。自分はバイクに乗り続けたいけど、バイクでパートナーを失った人を知っているから何とも言えない。バイクで事故をしてしまったら結婚相手の人生を巻き込んでしまうから降りた。バイクに乗ることは時期が来たらまたチャンスがあるかもしれない。奥さんのことを大事にすると約束したのでバイクを降りました。バイク降りてよ、こう言わせた男の負け。これからの家族のために何かをやめることができないなら結婚するべきじゃない。パートナーと話し合った結果、バイクを降りる決断をした人に結婚相手変えたらと思える人は結婚に向いていない。というような感じで、バイクを降りるっていうことに対して賛成派の意見で、賛成的な意見にプラス、降りるって言ってる人に、こういうふうに思うのはそもそもどうなのかみたいな感じの意見も、合わせてあります。で、次否定的な意見なんですけど、反対派否定派みたいな感じの意見なんですけど、バイク好きなこと知ってて降りてとか言い出す女は普通に頭がおかしいので、そうそうに分からん方がいい。バイクに乗ってた人と結婚しておいてバイク危ないから降りようというのはどうかと思う。相手の趣味とか生き方を否定する人とは一緒にいたくない。バイクで悩みたくないからバイク乗りしかパートナーにしない。バイクに乗り続けることを認めてくれる人でないと無理。大切な人がいるからこそより安全運転になると思う。バイクをやめてと言われたら分かります。年取ってリターンライダーになったら事故るから絶対乗り続けた方がいい。タンデムすればいいと思う。バイク以外にも生きてたら危険なこといっぱいあるじゃん。自分は自ら降りましたが、後にこんなやつのために降りなきゃよかったと思いました。バイクは危ないし、異性との出会いもあるかもしれないからダメだと言われてすぐ別れた。大事な趣味、ライフスタイルを奪うようじゃいい嫁、旦那になり得ない。男にやめてと言いながら女は普通にやってることがあるからフェアじゃない。バイクは裏切らないけど人間は裏切る。バイクよりパートナーの方が危ないやつでした。っていうような感じで、反対派否定派的な意見の中には、そもそも相手がおかしいっていうタイプと、安全に乗ることを意識した方がいいんじゃないかという意見、結婚したらより安全に乗れるんじゃないか、安全に意識すればいいんじゃないかっていう意見というような感じで、どっちも見てみた結果、感想はまとめのところで話すとして、自分の体験談というか自分の場合の話をまずさせていただこうかなと思うんですけれども、自分の場合は一応結婚してるんですけど、結婚する前に車とバイク両方乗ってました。これちょっとまあバイクだけじゃないと思うんで、車の話になっちゃうんですけど、パートナーさんの方のこの両方がバイク通りだったので、あんまりその両方が同じ趣味だった場合、相手に趣味やめてよっていうことってあんまりないじゃないですか。バイクに関しては全くないんですけど、車が移動手段として車に乗っていたわけじゃなくて、通勤でいるとか近くの買い物するのに絶対いるとか、都会とかだったらそんなまあ絶対車いるっていうことはほとんどないんですけど、車がただただ好きなので車に乗っていたので、スポーツカーにランサーエボリューション7っていう、まあライボーですねっていうスポーツカーに乗っていたんですけど、まあ今も乗ってるんですけど、結婚するタイミングで別に言われてはないんですけど、自分の中の感覚で結婚するんならまあスポーツカーは降りるべきかなと自分では思ってたんで、維持費も結構高いし絶対必要だっていう乗り物ではなかったので、別に趣味でね、他にバイクは2人の趣味であるので、まあ、絶対いるものではないし、まあ、自分の1人の趣味だしお金もかかるしっていうので、結婚したらまあやっぱスポーツカーは降りるのかなと勝手にこう自分の中でそう思っていたので、結婚するタイミングでエボ降ろうかなと思ってるみたいな感じの話をしたことはあります。その時に言ってもらったのは、車が好きで乗ってるんだったら絶対続けた方がいいと、なんかそう言ってもらったので、あ、そうかと、そうか
となって今もね売らずにもう結構な年数乗ってるんですけど、まあ、自分の場合は、そういう感じでした。まあ、理解あるというか、理解してくれてというか、好きなことなら絶対売らない方がいいよぐらいのことまで言ってくれたんで、絶対その乗ってた方がいいよぐらいのことまで言ってくれてたんで、今でもスポーツカーというジャンルの車に乗っているっていう感じです。実際は今は K もあるんで、本当に前より本当になくてもいい車になっております。マジでそのドライブ行くためだけにしか存在してないというか、車という趣味を楽しむためだけにしかラインを乗っていないっていう状態なんで、その時にねそう言ってもらえたから今自分の好きな車に乗れているっていう状況なんですけど、その時の心情からしてみたら、まあ、結構その維持とかはやっぱり気にはなってたんですけど、逆になんかそう言ってもらったことによってなんかこう維持できるように仕事をこう頑張ろうみたいな、そういう、こう前向きな気持ちになれたので良かったかなと正直思ってます。ツイッターのパターンとは違うんですけど、もし自分がバイクを降りてと言われたら、まあ多分降りますね。まあ、車と同じような感覚で、車の時もそう思ってたんで、多分降りますね。もしこれ逆だったらどうなのかって考えるのが大事だと思うので、もし自分が辞めてという側だったらっていう風に考えた場合、辞めてじゃなくて自分も多分ライダーになるかなと思います。同じ趣味を。自分もライダーになればいいかぐらいの感じですね。自分の場合はですけど、そういう風に思いますね。まとめとして、ツイートに対するコメントだったりとか見た結果、どっちの意見もまあ否定すべきじゃないかなっていう風に感じました。やめてっていう人の気持ちもまあ正直わかるし、まあ、もしかしたらまあただただ束縛的な意味で言ってる人もいるかもしれないですけど、まあ、実際危険な乗り物だったりはするのはまあ確かなことだし、お金がかかるっていうのも確かなことですし、相手の趣味を奪うのはどうかなみたいなとか、まあ、実際に安全に気をつけてもっと乗れるようになるみたいな、どっちの意見もまあ間違ってはないのかなと思うような感じでした。実際まとめとしての意見も結構そのツイッターで多かった意見と一緒で、こういう降りようと思いますみたいな決断をした人に対して、結婚相手変えたらみたいな、他人がとにかく言うこと自体がどうなのっていうことかなと思います。これ結構ツイッターにもそういうこと書いてるのが多くて、そもそもなんで他人のあなたがどうなのって思う必要があるのみたいな、その人はもうそういう決断をして降りようと思いますって言ってるのに、他人がとにかく言うことじゃないよねみたいな結構多くて、まあ、自分も結構そうだと思うんで、まあ、その人が決めたことなら相手が変な人だって別にそんな勝手に他人が思うことはないと思うんですよね。実際結婚みたいなそういう2人のことなので、2人が決めたっていうか、まあ、パートナーさんのことを思って決めたとか、バイクじゃなくても他の内容であってもなんかその他人がとやく言うことじゃねえみたいな感じに思うので、まあ、今回はねツイッターのコメント欄で意見がありました。まあ、っていうような感じでね、皆さんは結婚するんだったらバイクとか車、その趣味のやめるべきだよみたいな意見、どんな風に思われますでしょうか。まあ、皆さんもね、いろいろ意見があると思いますので、まあ、よかったらね、コメント欄に自分はこう思いますよみたいな意見寄せていただければと思います。ということで以上、本日のラベモアニュースのコーナーでした。